ニュースポストセブンです。大谷翔平選手関連の報道が相次ぐ中、メジャー開幕戦のあった韓国で評価が高まっているというダルビッシュ有選手。大谷選手との対決前日にもファンを大切にする姿をキャッチしました。3月19日の17時ごろに前日練習から戻り、コンビニに立ち寄ったダルビッシュ選手。居合わせた男性ファンによると、その場でサインを求めた別のファンに、ここでは書けないのでホテルでお願いしますと優しく笑顔で答えていたとのこと。その後は約束通りホテルの入り口前で待っていたファン全員にサイン。ダルビッシュ選手はほぼ毎日練習や試合から帰ってくる際にホテル前でサインに応じていて、ファンの間では神対応だと話題になっていたそうです。ニュースポストセブン。